はいどうも、皆さんこんにちは、ヒロと申します。今回の動画は、来週月曜日、10月28日に登場する新エピックガチャ。このガチャに搭載されるエピック、ハイライト、判明したので、まとめて紹介していこうと思います。ここからは、先バレ、リーク情報を含むので、苦手な方は動画閉じていただくようにお願いいたします。それでは早速、やっていきましょう。まず何のガチャが登場するかというと、イングリッシュリーグセレクションアタッカーズということで、プレミアリーグのフォワードの選手が登場予定です。搭載ハイライトはペレイラ、ソランケ、フォーデン、エンケティア、サンチョ、ロジャース、ペドロ、スンメルフィレ、この8名になっていて、まあ大当たりで取っておけっていう選手は正直いないかな。フォーデンとかはね、見ての通り適性も広いし能力優秀で強い選手なんですけど、逆足の部分が低いんでね、ちょっとそこがもったいないんだよね。まあ、現実の試合とか見るともう少しね、筋トレ上がってもいいと思うんだけど、なかなか評価はされてこないですね。ただ無印 CF 起用、シム起用できる選手なんで、もしガチャ引く方は道中出たらイベントとかで使ってみるのはありだと思います。まあ、他の優秀な選手で言うとサンチョかな。サンチョに関してはサイドしかできないんだけど、まあ、ドリブルスピシュン優秀な選手ですし、まあ、ドリブル落としてパスとかに振るとパサーとしても使うことができるんで悪くない選手だね。ただフォーデン同様頻度精度が低いんで、そこがもったいないよね。まあ、他の選手も絶対使えないっていうわけではないんですけど、まあ、全体見るとちょっと渋めなハイライトになっているかなと思います。まあ、クラブスカットとか組んでいる方は狙ってもいいかなというハイライトになっていますね。そして続いては搭載エピック見ていこうと思います。まず1人目、初登場のエピック選手、ベルバトフですね。プレイスタイルリンクフォワードで逆足精度が高い、頻度が普通の選手です。まあ、ちょっとイメージ通りというか、ドリブルもう少し高くてもいいかなと思ったんだけどね。初期値で75と、どうなんだろうね。そしてベルバトフブースター判明していて、ストライカーセンスプラス2ですね。加えてレベル上限は判明していないんですけど、だいたい31から34で登場すると思います。まあ、今回最低の31で見ていきます。お任せだとこんな感じ、決定力90で止めて、もし使うならこんな感じの育成になりそうかな。クラフトブースターもかなり迷うんですけど、まあシンプルにアジリティとか足元強化するためにテクニックとか、そのあたりになってくるのかな。まあシュートとかストライカーセンスでももちろんいいですし、まあ絶対これの方がいいっていうクラフトはないですね。そしてスキル構成、アクロバティックシュート、ダブタワンシュ、ヒールドリック、ルーレット能力パス、ワンパーアウトスピン、シャペル、エアバトル、10個揃っているんで、まあ、特殊スキルは追加されませんね。ワンパーアウトスピン、エアバトル、ワンシュ、ダブタ、優秀なスキル持っていますし、構成としては悪くないですね。ただ必須レベルかと言われるとそこまでではないんで、期待していた方は一旦我慢でもいいのかなと思います。まあ、今作登場したリンクフォワードで言うとカントナがいるんだけど、そこと比較してみるとこんな感じの能力差。圧倒的だね。これに加えてカントナモメンタムなんで、こう見るとやっぱり相当ぶっ壊れてたなと思いますね。まあ、カントナ持っていたら無理に狙う必要ないですし、持ってなくても我慢で良さそうかな。まあ、初登場エピックということもあるんで、選手として好きな方は狙ってもいい選手かなと思います。そして搭載エピック2人目がデニスロー、ラインブレーカー、頻度精度最高の選手です。デニスローのブースターが今回アジリティプラス2ということで、まあ優秀なブースターもらっていますね。そしてレベル上限予想していくと大体30から33で登場すると思います。まあ、過去版が31なんで今回31で見ていくんだけど、お任せでこんな感じですね。まあ、もし育成するならこんな感じになるかな。まあ、フィジコン80乗せもいいなと思ったんだけど、まあ、エアバトル考慮するとジャンプ95で止めておいた方が能力無駄になんないですし、まあ、さらにブースタークラフトで、まあ、テクニックとかボール蹴り追加するとドリブル90乗せれるんで、まあ、大体バランスよく振ることを考えると、まあ、こんな育成になってくるかなと思います。まあ、スキル構成見ていくと、アクロバティックシュート、キャプテンシーワンシュー、ヘッダーヒールトリック、ミドルワンパーシューラ、スルーパスエアバトル、デニスローに関しても10個スキル揃っているんで、特殊スキルは追加されませんね。まあ、ダブタとかコンカウトスピン持っていないんだけど、他に必要なスキルは全て揃っているんで、構成としても優秀ですね。ここにフェノミナルとかバレットヘッド追加されてたら、さらに評価も上がるんだけどね。まあここまでベルバトフ、デニスロー、特殊スキル追加されないことがほぼ間違いないんで、まあ、今週がね、テュラム、シャビアノーソ2名に特殊スキル追加されていたんで、次も2名に追加されるのかなと思っていたんですけど、こういうわけではなさそうだね。まあそして他のラインブレーカーと比較していくんだけど、ルーンメニゲと比べるとこんな感じの能力差。
まあ、オフェセンボルコンドリブル、グラパ、決定力、ジャンプ、スタミナ、このあたり勝っているんですけど、スピードプラス13、フィジコンプラス5のルンメニゲ、まだまだ環境トップレベルですし、まあ、今後ルンメニゲ上位互換登場することはほぼ間違いないと思うんで、そこを踏まえるとラインブレーカーの補強としては一旦我慢でもいいのかなとは思います。逆足最高の選手で言うとショータイムのラウタロでも十分今通用していますし、直近で登場したオーエンもフィジコンこそないけど他の能力優秀で今の環境でも戦えると思うんで、まあ、すでに B 固定のライブレ、ショータイムのライブレ持っている方は無理に狙う必要はないのかなと思います。まあやっぱりラインブレーカーはね、比較対象が多すぎて相当能力ぶっ壊れとか特殊スキル追加されない限りは狙いにくいですね。あとは過去版とも比較していくとこんな感じの能力差、まあ、純粋にドリブル、パス、決定力、キック力、瞬発、スタミナ、このあたり上昇しているんで過去最強と言っていいと思うんですけど、前回は前回でアグレッシブネス優秀ですし、特殊スキルつかなかったことを考えると無理に乗り換える必要はないかなと思います。やっぱりバレットヘッドとフェノミナルの追加期待していただけに少し残念ですね。そして最後3人目のエピックがベルカンプ、リンクフォワード、逆アーセード高い、頻度やや低いの選手です。適性がセンターフォワード、セカンドトップ、トップ下、この3つなんでトップ下起用で無印起用ができる選手です。そして判明したブースターがファンタジスタプラス2ですね。こういったレベル上限予想していくとだいたい34から37で登場すると思うんで、最低の34で見ていくとこんな感じ。まあ、全体的にバランスいい能力ですし、まあ、パスもね初期値で高いのも優秀ですね。まあ、もし自分が使うならこんな感じかな。使うとしたら無印でトップ下起用がいいかな。クラフトもねかなり迷うんですけど、オフェ戦瞬発決定力上げてもいいですし、まあ、絶対にこれっていうのはなさそうですね。そしてスキル構成見ていくと、アクロバティックシュート、タブタ、ワンシューコンカ、ミドルワンパーアウトスピン、足裏スルーパスと無駄がないスキル構成、さらにスキルが9つしかないんで、今回ベルカンプにはブリッツカーブが追加されて登場します。まあ、この能力でブリッツ、決定力、キック力、90乗っていますし、十分狙っていけそうですね。まあ、ただウリヘーネスもね結局ブリッツカーブそんな使ってないんで、個人的にはあまり評価が高くないスキルかな。モメンタムとかパス系のスキルの方が嬉しかった。そしてベルカンプ過去版と比較していくとこんな感じ。まあ、全体的にかなり強化されていますし、過去最強と言っていいでしょう。まあ、特にフィジコンプラス7、スタミナプラス11、ここがでかいかな。あとはグラパ、フラパプラス9、プラス8と能力上昇していますし、やっぱりリンクフォワードって能力強化しやすいんかね。今までよりは間違いなく使いやすくなってますね。まあ、あとは同じくリンクフォワードということで、ベルバトフの時も比較したんだけど、アントナと能力比較してみるとこんな感じ。まあやっぱパス決定力、ベルカンプの方が優秀なんだけど、ドリブル他の能力見ていくとやっぱりカントナの方が優秀かなと思います。これに加えてモメンタムなんでね、カントナ持っていたらリンク十分ですし、無理に狙うほどではないかな。まあ、ただ過去最強なのは間違いないですし、もしガチスカで使っている方がいれば十分乗り換える価値はあるのかなと思います。ブリッツも追加されてるし、まあここまで来週登場するエピック見ていったんだけど、まあ、ベルバトフ、デニスロー、ベルカンプということで能力見てもねぶっ壊れ選手はいないとは思うんで、やっと休憩できる週になりそうかなと思います。改めてね2025開幕してから毎週ぶっ壊れレベル登場していたんで聞いていたんですけど、やっと休憩ができるんでちょっとホッとしてます。とまあここまで来週登場予定のエピックハイライトまとめて紹介していきました。まあさっきも言ったんですけど、自分は一旦ガチャ休憩しようかなと思ってますね。登場次第改めて育成&評価動画投稿しようと思うんで、ぜひそちらもチェックしてみてください。そして他にもいろんな動画これからも投稿していくんで、最後にチャンネル登録高評価してお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。